許し合えれば話し合えれば必ず優しくなれるのさ。そんな強さを教えてくれたのは君だ君だ、いつも君だった。怖くはないさ、それでいいのさ。誰もが泣いたり笑ったり、胸が痛いね、心が辛いね。今も今日も生きているからね、今も今日も生きているからね。僕らは人を好きになってく、君も笑顔も涙も。僕らは人を好きになってく、今日を明日を歌いながら。ラブラブアイステルはご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。さあ、なんかね、今ね、ギターを弾いてる時にね、ヘッドホンのね、あのコードがね、ギターにぶつかってて、すげえ、なんだろう、音がね、途切れたり、しておりました。さあ、マッキーのドッカンレディオが、スタートいたしました。今日はね、あのいつもと違って、あの弾き語りからあのスタートしたんですけれども、さあ、今日はね、6月8日、水曜日ということで、いやもう早いっすね。1週間がすごく、ね、早く感じて、先週のね、みなぽん拍手ありがとう、チュンちゃんありがとう、そうそう、みんなギターだっていうコメントがね、来ておりますね。そうそうそう、先週のね、ゲストが、龍気金城さんが、来ていただいて、いやなんだろうね、すごい楽しいトークでを繰り広げたので、もしよかったら YouTube の方で、過去のアーカイブがね、全部見れますので、ドッカンラジオと検索していただければ、ヒットいたしますので、ぜひぜひ皆さんよかったら見てみてください。そしてね、今、ツイキャスからも生配信中でございますので、よかったら FM 那覇のツイキャスからご覧ください。そして、僕自身、ワンセブンライブからね、配信しております。カタカナでマッキー、数字で59で、検索したらね、ワンセブンから、なんだろうね、ツイキャスでは見れない角度から配信しておりますので、もし持ってるよって方いたら、ぜひそこからも見てみてください。さあ、それですね、個人的には、なんだろう、個人的な僕のニュースとしては、今週の、土曜日についにドラゴンボールスーパースーパーヒーローがね、映画館でついに上映するということで、いやワクワクしますね。ドラゴンボールですよ、ザーボンさん、ドドリアさん、行きますよ。いやもう本当楽しみでね、本当はね、4月に公開するはずだったんですけど、それがちょっと公開延期になって6月11日になったんで、予定ではね、 FM 那覇の社長との奈良さんと2人で映画見に行きますんで、映画館で見かけたらね、皆さんもし声かけてください。よろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、ツイキャスを見てる方はね、お、今日のゲストをもうなんか本当にジ・アルフィーじゃねって思ってる方、アルフィー3人ギター持ってるから、そうそう、方もねいらっしゃると思います。さあ、それでは本日の、ゲストさんどうぞ。こんにちは、こんばんは。こんばんは、もずもかでーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。もずもかさん、はい、あ、みなぽん拍手ありがとう。ありがとうございます。どっちがモズでどっちがモカさんですか？はい、私がモズ、はい、で私がモカです。おー、イエーイ、よろしく、イエーイ、お願いします。イエーイ、久しぶりだね。はい、この元気してた？はい、元気でした。なんか、本当に楽しかった。久しぶりだったからちょっと緊張してるけど、学生の頃は一緒によく3人で遊んだもんね。やっぱりあの時の公演が私は忘れられなくて。あー、なるほどね。あれ覚えてるよ。覚えてる。あれ覚えてますか？雨の日に、猫ちゃんを拾ったの。拾ったね。それが今となったモズモカちゃん。そう。その時の拾った子猫の名前がモズとモカタン。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 だったんだよな、やっぱり。モズモカタンだったけどね、最初の名前は。そう、モズモカタンだったんだよ、最初は。そうそう、モズモカタンだったんですけど、モズモカと言います。よろしくお願いします。これ、本、なんだろう、本名は聞いてもいいのかな？ダメ、それは NG？あ、全然言います。あ、なんなら言いたかったよね。あ、なんなら言いたかった。ちょっと隠してた、一応。じゃあどっちから行く？じゃあモズの方から。あ、モズの方で、私は葵と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。葵ちゃん。葵です。そして、はい、
カレンです。カレンちゃんよろしく、よろしくお願いします。アオイちゃんとカレンちゃん、はい、そうです。ちなみになんですけど、モズモカっていうのは改めてなんでモズモカになったかっていうその名前、うん、言いたいです。言いたいです言いたいですか、はい、言わせたいですね超言いますね。じゃあ、うん、こっちの飼ってる猫ちゃんの名前が、はい、なんとなんとなんとモズクくんです。モズクくん、モズクくんです。なるほどね、はい、うん、モズク天ぷらのモズクです。あ、モズク天ぷら美味しいよ ね美味しいですよね。そうなんです。で、私の飼ってる猫の名前がモカなので、まあ、うん、文字通りなんですけど、うん、それでモズモカっていう名前を。あ、なるほどね、はい、だから自分最初はそのモズモカっていうの2人の普通のなんだろうお名前だと思ってて言われるよね。いや、でも言われるでしょ。言われます、言われます。だってまあそうだろうなとか思ってたら、あ、飼ってる猫のそのお名前だったということで。そうです。で、2人はその関係性としては何だろう、同級生とかなんですか。私たちは、幼稚園の頃から幼馴染。そうです。幼馴染。はい。あ、じゃあもう、大人になってもね、もうむしろ組んでるしね、ユニット、うん、そうですね、もう18年の付き合い17年の付き合い。そんななるんだ。そんなに長いんですか。そうですね、17年長いですか。まさかこんなにだから長く一緒に、なんだろう、活動するとは思ってた。思ってなかった。思ってなかったですね。うんうん、なんか気がついた。思ってたよ。あ、思ってたんかい。今考えてます、これは絶対。今の言い方は今考えた。今考えてました完全に。思ってたなんか音楽が好きだったから。そうですね、うん、昔から。彼女の方はピアノやってたんですよ、うん、そう。ああ、葵ちゃんはピアノをやってた。はい、うん、ピアノやってて、うん、そう。彼女が合唱、そうそうそう、歌やってて合唱団に入ってたんですね、うん、ウィーン少年少女合唱団勝ちそれのハイバルバージョンそうなんです、実はね、ハイバルバージョン待って待ってハイバルってことはもしかしてハイバル高校とか。違うんですよ、全然気の合いなんですけど、まあ、私のいとこがハイバルで、うん、まあ、合唱やってたから、うん、一緒に、なんていうの、なんか お見送り、なんていうんだろう、この、うん、お迎え、送迎の関係でちょっと一緒に行って、うん、まあ、そこにお母さんがまた迎えに来てみたいな感じだったから、うん、まあ、一緒にね、いとこと、そうそうそう、3人ぐらいで入ったんですけど、合唱団に、うん、まあ、先にいとこが辞めちゃって、うん、私も、まあ、送迎がちょっとできなくなるから必然的に辞めたんですけど、歌がずっと好きだから、そう、うん、ずっと歌ってたんですよ。で、それで、まあね、そうそうそう、一緒にカラオケ行ったりとか。気がついたらね、組んでたね。組んでました。気がついたら組んでました気がついたらモズモカになってたよ。その待って、熊頃さんからこんにちはとメッセージが。こんにちは。そして、美奈子ちゃんから、よく笑う二人だ、仲いいのがすごく伝わる嬉しい。いや、でもさっき仲悪かったよね。あ、ちょっとさっきまでは本番前、ちょっと待ってください、マキさん言わないでって。マキさん、それだけはそれだけはそのコード違うわよっつって確かに。そうなんですよ、言ってた、カポ違うよ、うん、それは言ってたよね。それは本当の話。それは本当よねで、結成したのは、はいはい、いつなんすか。去年の11月の、まあ、11月半ばぐらい、半ばぐらいかな。そうですね、ぐらいです。去年の11月ってことはだいたい7ヶ月前、うん、そうですね、7ヶ月前か、半年ちょっとか。半年ちょっとだね。そうですね、じゃあ本当結構最近、うん、めちゃめちゃ最近に感じないですね。そうそうそう、濃かったからかな、うん、この半年間が。そうですね、いろんなね、もう30年ぐらいの間違いいくつやねんいくつなんだそしたら。50歳ぐらいになってるから。本当は本当は50 50ぐらいだったから、もう30年ぐらいか、やっぱり。そうだね、長い長いね。で、なんだろう、そのギターはもともとは、うん、じゃあお互い弾けてたの。全然、これそれが全然弾けない。もうなんなら今はもうちょっと、今も弾けてない、うん、ちょっと今日はね、うん、皆さんね、そう、温かい目で見てほしいんですけど、そう、温かい目で、耳で、温かい耳で、目で、目で聞いてほしいです全然弾けないよね、でもまだ、うん、1年前くらいからかな、ね、最初はそのギターを始めようと思ったきっかけは、は、私がもともとお父さん、父親がギター弾いてたんですよ、うんうん、あ、父ちゃんが。そう、父ちゃんめっちゃ上手です、彼女のお父さん。フォークとか、結構フォークソングとか、うん、でも最近の歌も弾くけど、うんうんうん、そういうの弾いてて、で、見て、うん、あ、いいなと思って、うんうん、やっぱね、カラオケとか好きだけど、はい、
ね、なんか自分で弾いて歌った方がコスパ良くね。コスパ、あ、コスパになるの。コスパ重視なんで。そうそうそう、コスパ重視。コスパ良くねと思って。それでまあ始めようと思って、はい、まあお父さんからは習ってないんですけど、だいたいなんかね自分たちでやって、で彼女の方は、うん、私はあの小学校3年生の時に。うんうん、サンタさんにギターをお願いしてギターが欲しいですって書いて、あのユイに憧れて、うん、あのユイちゃんってあの恋しちゃったんだ多分気づいてないでしょ、yeah. それです、yeah. そうそうそうに憧れてギターをまあお願いして、3年生ででも本物のじゃあギターが届いたのちゃんとした。そうなんですよ、うんうん、めちゃめちゃそうだったの、うん、そう。でもちっちゃいやつか、なんかピアノ習ってたから楽譜読めると思って楽譜も見たら全然意味わからない楽譜が出てきて、うん、何これみたいな。でもそこで一回諦めたんですよ、はいはいはい、やばいギター諦めないで。そう前向きいる。いたよね今。今一瞬見えた。前向きさんいた今。今ちょっとかすかに見えた。はいはい、そうそうそう、それで、うん、まあずっとそれがお家にあって、うん、彼女もギター持ってたんで、うん、ちょっとたまに一緒に海に行って弾いたりして。海で弾いてたの？西海岸のパルコの、そうそう、パルコの前で、うん、夜ね弾いたりしてたね。あんなボロボロのギターで頑張ってたよ。本当にあの時懐かしい。なんか恥ずかしくなかった？最初外で歌うのとか。恥ずかしかった。最初抵抗あったよね、うん、あのあみたいな、ちょっと周り気にしちゃうみたいな、うんうん、もう今なんなら聞かせに行ってるよね。聞けみたいな。お前ら聞けみたいな。聞けよ。言ってるね、半年でこんなに成長すると本当に気持ちが強くなったのかな。なんだろう、もう人前で歌うのはもう緊張しない？いやでも大きい舞台はするかも ね、 するね。最初はやっぱでもします、どんな時も、うん、確かに。でも歌ってたらね、うん、世界に、はい、あチーン、今みたいにやっぱり世界に入れるから、うんうんうん、あんまり、まあ歌ってたらあんまり緊張しないかも、うんうん、歌ってる間はね。そうですね、あ、コスパ、コスパ重視笑うっていうコメントと、熊五郎さんが今日はギター漫才ですね。本当にギターやばい、バレてるな。バレるよ。ダメだよ、押してやかにしないと。やばいな、ね、アメミヤとかあれじゃん、ハタヨクとかそこら辺の二人組なのかな。やばいな、バレちゃったか。バレてしまった。ギターさ、はい、あのまあ、多分ねリスナーの皆さんもギターを買った人は必ずしも当たる壁があると思うんですけど、その F コード、はい、あ、もう F コード毎日ぶち当たってますね、うん、その壁には。これ本当むずいよね。本当にいくら当たっても破れない壁、うん、ね、本当に難しすぎます。あの人差し指で1弦から6弦全部押さえて。そうなんですよ。握力の問題ですかねこれは。いやー、なんかねコツ、見えない、なんかね急になんかできるようになるのよ。え、力入れなくても。何のかな、ビールみたいな感じかな。ビール。確かに急に美味しくなる。確かに。その声、壁は超えたな。最初ビールあんまりだったの。無理でした。無理ですね。うん、コーヒーも飲めないから、多分それ飲めるようになったらじゃあできるのかな、うん、そういうことか。コーヒーを飲めるようになったら F コードがいける。あ、飲めばいいんだじゃあ、毎日ブラックで。そう、毎日ブラック。そういうことか。うわ、盲点だったや。それは何もう、え、ビールはじゃあビールの前は何飲んでたんですか。ビールの前はやっぱカクテルじゃない。カクテル、ね、何飲んでたっけ。飲んでた、飲んでないか。テキーラ、テキーラも毎日飲んでた。テキーラ毎日飲んでたね。あ、マリリンちゃんが、こんばんは、おつです。こんばんは。みなこがコーヒー飲めるけど F コードは弾けない。あ、やっぱそうですよね。みなこはピアノは弾けるのよね。え、すごい。そう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 、青いじゃない。すごい、お揃いだ。お揃い、お揃いですね、お揃い。お揃い、お揃い、お揃い。それでね、なんかね、あのほらこの半年間でライブってどれぐらい経ったの、ステージ。え、やっとぐらいかな。結構、え、路上ライブを除いたら、うん、どのくらい、5回、5回6回ぐらいかも。月1ぐらいでは出てたんじゃないかな。出てたかもね、うん、確かに、うん、確かに。じゃあ毎月出てたんだ。はい、そうですね、基本そうだね。ご紹介いただいてありがたく、はい、そうです、うんうんうん、それでなんかね、例えばじゃあ最初に立ったライブハウスとかって覚えてますか。ライブハウスは
アルテかな。アルテか、ね、あ、アルテ、アルテさんです、ね、アルテさん、シンジさん、ミヤコさん、はい、な、僕最近アルテ行けてないな私たちもね、うんうん、なんだろう、あの例えばライブをたくさんやってきたってことはなんか やっちまったなみたいな、これ やっちまったなみたいなエピソードとかってありますか。あ、もう本当にありすぎてありすぎてちょっと一番なんだろう、放送で言えるやつで全部言っちゃおう、全部言っちゃおう。じゃあなんか一番失敗っぽい失敗は、うん、なんかそう、これはあの私がやらかしたんですけれども、うんなんかエコーかかってるけどあ、セルフエコーじゃないの。あ、セルフエコーだから、ごめんなさい、俺かけてないよ。いっちゃおう、いっちゃおう、もうエコーかかって、じゃあ、じゃあ、いっちゃおう。あれはなんて言ったらいいの、なんかまあ、発表コンテストみたいなのに出た時に、出させていただいた時に、うん、B メロを全部飛ばすっていうB メロ飛ばしちゃった。B メロ全部飛ばしちゃいましたね。え、普通は曲って A メロ、B メロ、はい、まあサビに行くのか。そうそうですね、B メロ全部飛ばしちゃいました。要は2番を飛ばした。1番の、まあそうね。じゃあそれは何？飛ばしたってこと、誰が飛ばしたの？1番私が歌ってて、2番彼女が全部歌うみたいな。うん、うん、あ、カレンちゃんは2番パートだったんですね。はい、で、うんうん、その次サビみたいな感じだったんですけど、うん、私が1番歌った後になんか早まって、うん、すぐサビに行っちゃったわけですよもうかもう彼のパート全部ないみたいなやばいどうしようと思って、なんか私気づいてなくて、うん、でも、ね、歌いたがりみたいなね、ただの。え、気づかなかったの？マジで気づかないです、もう緊張しすぎて。緊張してたよね、あの時ね。何が間違ってるかも分かんなかったですね、うん、あの終わった後も、うん、どこがどうなってたのみたいな。え、カレンちゃん的にはえってならなかったの？すぐ気づいて、あ、待って、どうしよう、もうえって顔になってたよ、ね、これはもう、うん、どうにかしないとと思って、そうそう、サビは一緒に歌った。サビはどうだったっけ、あの時なんか途中からさ、うんうん、入ったよね、うん、私は途中から入って、うん、覚えてないけど、ね、なんか何もなかったですよっていう風にしたけど、うん、まあ何人かにはバレて顔でバレてたらしい。顔でバレてたね。ええみたいな。そう、悔しくて舞台裏で泣いてた泣いたの？泣いちゃった悔しいですなんかさね、いつもなんか、うん、なんかちょっとミスしてもお互い笑うけど、うん、今回泣いてしまって、うん、葵を必要以上に、うん、なんで間違えたの、ね、でもあれはあの反省しましたね。あ、でもどこが間違えしたんだろうと思いながら懐かしいね。プルに飛ばしたんだもんね。そう、もうサビ乗っちゃったんだもん、ね、そう、うん、だからもうね、歌うところ本当に何秒かみたいなマジで申し訳なかった、あれは。あ、まあでもそれがあるから今があるんだよ。そうだよ、そうだよって言ってたんだね。その歌詞を飛ばしたからドッカンラジオ出れたんだよ。あ、そういう、あ、伏線だったんだ、やっぱり。なるほど、よかった、ありがとうございます、ありがとうございます。あの時のあれがあったからオーディション合格です。あ、よかった、嬉しいね。2番飛ばすかどうかの鍵を握ってましたねそういうことだったんだ。そうそう、あれはわざとだったって話いいように言わんで。みなこがおそろ、マリンちゃん最近ギター弾いてない、赤いギター持ってるのに宝の持ち腐れですと。すごい、持ってない、赤いギター、赤いギターめっちゃかっこいい。私もサンタさんからもらったの赤いギターだったんですけど、うん、今ある？今はお家にある、うん、お家、うん、あ、使ってはいないの？使ってはいない、飾ってる、あのなんか思い出として。うん、そうなんだ。熊五郎さん、次回ドッカンフェス出演、あ、もしかしたらね、可能性ありますよ。フェスあるんだ。あ、そう、ドッカンラジオで毎回、毎数ヶ月に1回ぐらいこのフェスやってて。すごい、ぜひ。去年は12月にやって、だいたい7組8組ぐらい、すごい集めて。ここでですか？いや、ここでは、うん、本当はここで FM 那覇でずっとやってたんですけど、うん、あのコロちゃんのせいで。あ、コロちゃん。だからライブハウスで。でも今年は多分できるかもしれないです、ここで。お、素敵、行きたい。でもここでライブするって結構レアじゃん。確かに、うん、ラジオ局ってほら、うん、普段、うん、みんな入れないじゃないですか、うん、そうですね。だから結構レア感が高いんですよ。そっか、確かに。そっか、行きたい人めっちゃ多そうだ。確かに。だから友達とか誘って、みんなおいでよ、おいでよモズモカマッキー3人で出るからモズモカマッキーでーす、でーすモズモカマッキーでーす。いい、残念残念高姉さん、お、こんばんは。こんばんは、お久しぶりです。あの時ありがとうございます、本当に。マッキーさん、モズモカさんに優しくしてくださいね
いやもう優しいですよ。意地悪なんですか本当は。いや僕さっきあのモズモカさんにヒールでね踏まれましたから。いやいやいや、あバレちまった。沖縄大好きさん、こんばんはです。こんばんは。あ熊五郎さん大人派。大人大人。熊五郎さんはねすごいラジオすごいリスナー、ヘビーリスナーですから。熊五郎さん多分大人派の時聞いてたんじゃないかな、リアルに。なんかね私聞き覚えがあると思って。うんうん、あ、うん、すごい多分かな、よく覚えてるね。違かったんですよ。合ってると思うよ。それナイス。イエーイ。高根さんね、みなこがモズモカマッキーっていう。ありがとうございます。ありがとうございます。だから本当はね今日は3人でだから歌おうと思ってたんだけど、僕のねちょっと喉の調子が悪いので。そういうことなんですか。うん、ね、だから本当は3人で今日は歌いたかったんだけど、悔しい。今日のためにずっと3人で練習してたのに、ね、あの雨の日も風の日も台風の日もね、悔しいな。パルコのね、そう海のどこで頑張ったよね。頑張りましたね。うん、悔しい悔しい。あのね、あの茶炭とかでもね。そうですそうですそうです。アーシャ撮るためになんか海岸のとこ座ったりね。全部バレてられた実は。インスタで見ました。モズクくんとモカちゃんは元気かいと。もう元気すぎて超元気。さっきもね、ね、見せ合いっこしてた。写真見せ合って。うちの子可愛いでしょとか言って。毎日見せてるよね。毎日見せてるね。猫が好きなんですね。大好きです。さあ、ということでね、お二人せっかく、はい、あのギターを持ってるってことは、今日よければ音楽をね、生演奏してもらうことってできちゃうんですか？いいとも。笑っていいとも。イエーイ。じゃあ一旦 CM 挟みまーす。はーい。FM那覇。Your radio station.マッキーのドッカンレディオ生放送中ですよ。本日のゲストはモズモカです。はい、よろしくお願いいたします。さあということでね、モズモカさん、はい、せっかくなんでお二人の曲を、オリジナルとコピーどっちもあるんですよね。はい、あります。オリジナルが今1曲で、うん、今からやるのはまあちょっとカバーになるんですけれども、おいただいております。じゃあ、はい、よろしくお願いいたします。はい。なんかちょっと曲紹介とかしながら。あ、いいですか、うん、私たちがすごく尊敬している新良代さんというなんかうん、なんて言ったらいいかな、バンドか、うん、の方々がいらっしゃるんですけど、新良代さんという方々がいらっしゃるんですけど、はい、まあ、TikTok とかで有名な方たちなんです。そうなんですね。多分 TikTok でなんかバズったのかな、はい、うんうんうん、まあ、でも今はいろんな、ね、歌を出していて、でプロモーションビデオとかもめちゃめちゃ素敵なので新良代さん見てほしいんですけど、その新良代さんの夏霞っていう曲を、はいはい、歌わせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。今さら思い出すなよ、空の青さに目を奪われて、足元の花に気づけないまま、懐かしい風が頬をかすめて、君の香りを今も思ってる。ねえ今更に
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや素晴らしいですね。間違えちゃった。あ、間違えたんですか。間違えちゃった。間違えちゃった。言わなかったらバレないと思います。あ、ですか。うんうん、言わんこう。じゃあ言わんとこ。秘密のセルフカット。セルフカット言う、うん、使おう。あ、最高でしたって。 ありがとうございます。嬉しい。やった、かわいい音符がいっぱい。お、拍手、くまごろさん、みなぽん拍手音符ありがとうございます。高根さん、くまごろさん、マッキーさん、わかりやすい。あ、マッキー美人に優しいです。なるほどね。鼻の下が伸びてますね。みんなに優しいですよ。みんなに優しい。そう、バファリンの半分でできてますよ。だいぶ優しい。優しさでできてますから。優しかないもん、うん、間違いない。さあ、じゃあそのまま続いて2曲目、はい、なんか曲紹介しながら、はい、続いての曲は、あ、安眠効果っていうメッセージも来てるね。え、嬉しい。じゃあもっと眠らせようね。次の曲全然寝れなくない。次は寝れないの。次全然寝れない曲じゃない。寝れないかも、うん、ちょっと待ってくださいね。次の歌わせていただく曲はまたまたちょっとカバーになるんですけど、うん、これも TikTok でめちゃくちゃバズったんですよ。あのワヌカさんっていう、はい、和はこの平和の和に、うん、ひらがなでぬとかって書いてワヌカって言うんですけど、うん、ワヌカさんのより良いっていう曲を歌わせていただくんですけど、なんか最初 TikTok に15秒ぐらいだけ上げられてて、まずそもそもこの歌15秒ぐらいしかなかったんですよ。あ、でも TikTok って最初その夏のその尺だけで作るんだよね。その用で作ったけど反響が良すぎて、うんうん、もっといっぱい出してよっていうことでこのフルが出て、あ、そう、それをちょっとカバーさせていただきます。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。家まで送ってもらいたいの。今夜満たされてたいの。できれば君にちょっと濡らしてほしいの。酔いで寄りたいの。ごまかして消したいの。君といたいよ。暗くてぬるい部屋で出てふらついて肩触れ合う夜に足りないものの一つ教えてあげる。君が見上げた空に見えるもの。家まで送ってもらいたいの。今夜満たされてたいの。できれば君にちょっと濡らしてほしいの。酔いで寄りたいの。ごまかして消したいの。君といたいよ。暗くてぬるい部屋で綺麗だねって言えたからじゃない。はったに任すそれもいいじゃない。だからよそ見しないで日が昇るまで私だけを見てよ。言えるわけないじゃん。
わけないじゃん、言えるわけないじゃん、言えるわけないじゃん、ないじゃん。家まで送ってもらいたいの、今夜見出されたいので、キレは君にずっと抱きしめてほしいの、酔いで寄りたいの、ごまかして消したいの、君が欲しいよ、甘くてぬるい部屋で。好みじゃないとか抜かしてさ、心に愛とか見えるから、ああ一夜限りでもいいよ、そんな今わしはいいの、それじゃさ気読んだ本の7話みたいなキスしよう。君の瞳映る一人がいは言えるわけはないよ、季節さえも眩む愛を、私君に気があるなんて言えるわけはないよ。家まで送ってもらいたいの、今夜満たされてたいので、キレは君にちょっと抱いてほしいの、酔いで寄りたいの、ごまかしてキスしたいの、君といたいよ、暗くてぬるい部屋で。なな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 、送ってもらいたい朝まで、あなたといたいよ、家まで送ってもらいたい朝まで、あなたといたいよ。はい、ありがとうございます。いやー間違えたんですか？仕込んじゃったね、また言わなかったらバレないよ。あ、じゃあ言われるか。そうそう、セルフカットセルフカット、皆さんデジャブデジャブセルフカットデジャブですデジャブあー聞いたことある、みなこが嬉しい、マリリンちゃんが安眠効果パート2 やったー、でも安眠できたんだ、イエーイ。熊谷さん、できたね、綺麗なお声のハーモニー癒されました。ありがとうございます。高根さん、あ、かわいい、この歌合ってるちゃんとこの声に変わるんだ素晴らしい、熊谷さん、一人で歌うより二人の方が声の奥行きがあっていいですね。やっぱ言われるね、なんか合ってるよね。嬉しい、うん、なんでだろう、声多分めっちゃ似て、声似てて私たちあの自分たちで聞いてもどっちがどっち歌ってるか分かんないんですよね。確かに声質似てますよね。似てるかも、どっちも声低いっていう、あ、そう、そうだよ、どっちかっていうと声低いよね。めちゃめちゃ低いです。多分私の方が低いから、うん、あの彼女が上のハモリをやってくれてるんですけど、へー、ハスキーで、ハスキー、ハスキー、ハスキーかな、ハスキーではない、ただただ低いだけだな、声低いただただ低い人、声低い系女子でもこれ眠る前に聞いたら確かにね、寝やすいね、嬉しい。今ラジオ聞いてくださってるリスナーの皆さん、もしかしたら寝てる方もいるかもしれないですよ。おやすみなさいませ、はい、おやすみ、いや起きて確かに、ラジオまでは起きて、起きて、この歌売れそうだね。え、売れるよ、いっぱいやろ、だから自分たちの曲にしそう間違えてる、やっぱ乗りやすいよね、確かに、確かに、寝落ちしそう、嬉しい。エメラルダスさん、沖縄梅雨明けおめでとうっていうメッセージが、はい、あ、え、梅雨明けしたの？一応ずっと雨ですよね、最近、うん、この曲今歌ったから明けたのかな、あ、すごい、傘持ってきたけど捨てちゃおう捨てるんかいあ、うん、まだ、あ、まだか、まだだよね、まだじゃないかな、まだかな、ね、一応、うん、多分どれぐらいから、でももうそろそろ明けそうだよね。でも明日の天気もさ、うん、多分雨ですよね、おそらく今週はしばらく、あ、今週まで雨っぽくなかったっすか、うん、なんか全部雨マークだ全部雨マーク、全部雨マークだ、なんなら沖縄県民は雨降っても傘ささないやろ、福山雅治です。福山さんに福山さんに言われた気分、福山雅治のフクロウラジオ、おい小雪マジで上手本当に上手上手、あ、傘さしますよ、傘さす、自分もさすね、さします。でもあのあるあるだと思うんですけど、なんかその
帰り降ってなかったら傘忘れないですか？あ、忘れる。絶対忘れるよね。忘れるよ。今日忘れたかもしれない。嘘でしょ。今日忘れたよ。今日忘れたの？今日会社に忘れたよ。あら、マジで。明日行くからいいんじゃない？そうですね。いや、そう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 、確かに忘れがち、忘れがちだね。アロハな感じのお二人ですねっていうメッセージ。アロハ、アロハ、アロハ、どんだっけアロハってこ, こっちか。アロハ、ハワイ。あ、でもハワイの曲調っぽいのかな。ハワイでもほらなんかウクレレとか、なんだろう、そうそうそう、なんかちょっとなんて、ウクレレやろうかな。じゃあ海とかでほら流れてそうな、なんだろうな、うんうんうん、うん、波の音、言いちゃってる、言いちゃってる。ナダル言いちゃってる。似てるんだが全部、ね、似てる。似てる？全部似てる。急にモノマネ入れちゃうから、ね。沖縄名物タコライスにタコが入ってなかった時はめまいがして倒れました。いやいや。これさ言いますよね。でも。そっか、皆さんそうですよね。タコライスってタコが乗ってると思うよね。うん、普通に考えて、うん。言われた。タコって何？もともとだからタコスでしょ。タコス、あ、そういう意味か。タコスにライスだからタコライ ス,、はい、タコライス、そういう意味。くそ、タコってあれよ、うん、何を。だからでも思うよね、うん、関西ではタコ焼きにタコが入ってなかった時は民衆が、これ漢字なんて言うんだ、読める、全然見えない、暴動が起き社会問題まで行っちゃうの。やば、そこまで社会問題ですね、これは重大な。ハンバーガーに肉が入ってないみたいな。あ、それはダメだ。クリームパンにクリームが入ってない。ダメだ、ただのパンじゃん。ダメじゃん。ただのただのパンだね。ただのパン、美味しいけどね、うん、まあね。でもタコライスは確かにな、思っちゃうよね、絶対。もう、うん、だって変だよね、うん、欲しい。うん、でもタコスか、タコスとは思わんくない。でも、うん、今言われて気づいたもん。だってタコがさ乗ってでもタコライス、タコが入ってるライスもちょっと美味しそうじゃん。美味しそうなんですか。あ、いや、タコを焼いてなんかチャーハンみたいになるのかなとか。あ、なんかエビとかみたいな感じで。そう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 、確かに確かに。あれじゃん、金タコ、キングタコスとか行くの、よく行ったりする、うんうんうん、めっちゃ近いよね、お家。なんならめっちゃお家近くて、うん、車で食べたよね。確かにライブの後だったんじゃん。しかもそうそうそう、ライブの後だったかも。違うか、 PV 撮った後か、 PV 撮った後か、うんうんうん、に、あの時もなんか雨降ってたね、そういえば。雨降ってて車で食べたんだ。車で食べました。そう、タコライス、前さ金タコって中で食べれたじゃん。確かに。今外、あの持ち帰り、いや、コロちゃんだからかな。違うんじゃない、なんか中で食べれるんじゃない。食べれるの今。でもテイクアウト専門じゃないの今。そうなの。でも青なんかのところさ、専門だけのところじゃん、中で食べれるのあっち。え、なんか前あった気がする。そう、カフェみたいな。え、あれ違う地元か、場所によって。でも、あ、そうだね、要は、うん、何個かあるもんね、うん、キングタコスって、うんうん、そう、あのボリュームがすごく多くて、マジで美味しい。はみ出てますよね。はみ出てる。だから半分ぐらい食べて半分持ち帰る。そうそう、だから半分こしようっていつも提案するんですけど、うん、絶対一人で食べれる。一人で食べちゃうの。もうめちゃめちゃ口がでかいんですよ。私は食べるんですよ、うん、すごいね。でも痩せの大食いじゃない、そしたら。そう、そうか、マジでそう、食べちゃう、うん、食べちゃう。それで言ったら伝説があって。おう、伝説聞かせてくださいよ。私が私たちが何歳の頃か、小学生の頃かな、多分、うん、なんか私のお母さんめちゃめちゃ料理が上手で、そう、それがさ、それがあるからで、ある日カレーを作ってて、うんうん、で一緒にお家遊びに来るみたいな感じでカレンが家に来たんですよ、でじゃあ一緒にご飯食べるかみたいななって、うん、じゃあ一緒にカレー食べるじゃないですか、はいはい。なんか普通ちょっと遠慮とかするじゃないですか、なんか一回食べて、うん、なんかおかわりとかするって言われて、あ、じゃあ一回だけみたいな、うんうん、とかなると思うんですけど、うん、この人、はい、5杯おかわりしたんですよ。カレーを、はい、5杯食べちゃったの。5杯食べました。飲み物だと飲み物だと思ってるんで。カレーは飲み物。プリンも。プリンも。いや、でもあの青いのお母さんがめっちゃ料理上手なんですよ。うんうん、あのカフェ開ける、うん。カフェ開けちゃうぐらい。カフェ開ける。開いた方がいい。お金、あ、もう、うん、お金渡さなきゃっていうレベルで、うん、本当に美味しくて、うん、最近もねご飯食べたもんね。全部カレーが味噌汁なんで、全部もう味噌汁も毎回、うん、あのこの人が来たらもう味噌汁なくなっちゃうから私のお父さんの分はなくなるっていう。お父さんの分を差し上げてる。食べちゃう、食べちゃう。お父さん聞いてますか。
あのカレンちゃんですよ犯人は。ちなみにあのモズモカっていう名前は私のお父さんがつけてくれました。うん、命名してくれました。はい、お父さん。お父さん。今日聞いてるのかな。そうそう聞いてるかな。聞いてなさそう。全然この話してない。これ見れますか？また。あもちろん後日 YouTube で全部載るので。あそうなんだ。じゃあ。だからこの今ツイキャスの動画がそのまま YouTube に載っちゃうから。そうなんです、ね。嬉しい。じゃあなんかお父さんに感謝の言葉を一人ずつ。やばい緊張するね。まさかこんなにあの本当に活動するとは思っていなくてこの名前で。間違いない。なんかノリで。モズモカのお二人ですかから始まったこのユニットなんですけれども、はい、あの本当に感謝しております、はい、この名前で活動できていることを、うん、嬉しいですありがとうございますいや泣けますねちょ全体に目描いてるだけ泣けるな絶対眠いだけ絶対眠いだけ夜だしね夜だしね匿名さんポンポンプリンポンポンポンプリンプリン飲むって言ったからかなあそうだそうだポンポンプリン、ポンポンプリン可愛いですよねキャラクターいいよね、うん、マリリンちゃんがマジで眠くなってきたもう一曲歌ったら寝てしまうかも嬉しいっていうコメントが、ね、安眠効果だったらいいなとあインド人もびっくり熊黒さん、エメラルさんはシマンチだよねうちはヤマトンチュ県外から見てくださってるんですねありがとうございますありがとうございます本当に嬉しい、うん、いいですね嬉しいさあそうさあ続いてはねもう一曲、はい、オリジナルですかね次ははいあの唯一のオリジナル曲をオリジナルこれはどれぐらいの期間をかけて作ったんですかえ2週間ぐらいですかねうん、うん、メロディーが先歌詞が先メロディーじゃんあメロディーが先ですねメロディーが先だ、うん、ほうほうほう降りてきたのいやあのさっき言ったあの、うん、アタレオさんっていう人のうん、うん曲でめちゃめちゃ好きなコードがあって、うんうん、それを盗んで、うんうんまあ、ちょっとリズム変えて、うんうん、それに歌詞をつけたんですけどめちゃめちゃ失恋ソングなんですよこれは実体験なんですかねあそうですね実体験でございます どっちのだろう聞いてもいいのかなどっちも1番私が考えた後に、うん、あの2番考えてくれたのでそうそうアンサーソングみたいな感じでそうそうそうああなるほどねそうですじゃあその2人の失恋ソングが合体したのねそのはいそう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 そんな感じ失恋の話がそうですねそうですいや、まあ、どっちにも置き換えれるような内容みたいな感じだよね、うん、じゃあこれはあれ何失恋ソングってことはなんか夜とかに聞くのがいいのかなまあ夜が最適かも、うん、朝は朝はちょっと悲しくなっちゃうかもしれないね、うんうんうん、まあでも朝まあでも最終的にさ、うん、前向きな歌じゃんまあ確かに確かにだから朝聴いてもいいです、うん、全然そうそう大人派さんでね披露したっていうあそうなんですよ、うん、弾かせていただきましたいや楽しみですね緊張するまあ前向きなんだよねはい前向きの歌ですこれは、うん、最後は、タイトルがカレーということでインド人インド人カレー飲み物じゃあそれでは、モズモカさんよろしくお願いいたします、はい、はい、お願いしますそれでは聞いてくださいモズモカで冬風です、はい、仕草あなたの笑顔そのすべてを思い出してしまうそんな季節が今年も来たねあどんなに私が考えたって何にも変わらないのは分かってるあの時は何にも知らないまま深く知りすぎてしまったあなたに会って全てが変わった何にも伝えられないままいつもと変わらない毎日がまた今日も過ぎてく
私の言葉、あたしの香り、あたしのぬくもり、あたしの笑顔、そのすべてはあなたでできてた。そんな季節なんてもういらない。どんなに私が考えたっても戻らないのは分かってるよ。でもあの頃よりは少しお互いうまく向き合えるだろうな。あなたに会って世界は変わった。全部がキラキラ輝いていた。分かり合えたのはほんの一瞬だったけれど、これから先何度も訪れるこの風を感じるたび、あの香りと出会うたびに、あなたを思い出してしまうのだろう。あなたがしてくれた優しさで今の私があること忘れないように、消えないように、この曲に乗せて、はあ、私が考えたって何にも変わらないのは分かってる。でもあの頃よりは少しお互いうまく向き合えるだろうな。あなたに会って世界は変わった。全部がキラキラ輝いていた。分かり合えたのはほんの一瞬だったけれど、あなたがしてくれた優しさで今の私があること忘れないように、消えないように、この曲に乗せて、あなたがしてくれた優しさで今の私があることを忘れないように、消えないように、この曲に乗せて、ありがとう。お外からもね見てくださってますね。嬉しい。だからずっとありがとうございます。ありがとうございます。マッキーです。マッキーとモズモカです。モズモカです。ありがとうございます。そう、お外からも見てくださってますよ。やっぱ聞こえてるのか。あ、外にもちろんバリバリ。すごい。そうそう。バリバリ聞こえてますよ。カレーは飲み物も聞こえてます。もちろんもちろん全部。やばい。いや、なんなら隣の多分居酒屋さんとか普通に聞いてるよ。やばい。隣、うん、外から聞こえてるもん。あ、そうなんだ。そう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 。やばいね。そう。そんなこと言う。まあまあまあ大丈夫でしょう。嬉しい。高根さんが拍手くれてます。ありがとうございます。嬉しい。熊五郎さん、シュールで切ない歌声が心にします。雨の日に海見ながら一人で聞きたいです。お、嬉しい。それ一番嬉しいかも。本当に嬉しい。まさしくそうしてほしい。一人で聞いていただきたい。これはそうです、そうです。一人で聞いてほしいんだね。はい、ぜひぜひ。 いい歌だな。ありがとうございます。嬉しい。
ありがとうございます。ゆうたち合格だよ。ゆうたち合格だよ。何に受かったんだろう、うん、何かは言えないけど合格だよ。いろんなやつ落ちてよかった。三次審査合格だよ。やった。しかも3次まで行ってたんだ。よかった合格できて。あと3回あるから。6時まであるんだ。やばめっちゃ厳しい。結構あったよ。厳しい。かんきさんからは、綺麗でしたっていう花火ありがとうございます。ありがとうございます。いやでも、みなこポークありがとう。いや本当にいい曲でね。なんだかんだであと3分。だから本当に少ない。足りないです。足りない。やっぱり足りなかったね。やっぱり足りなかった。やっぱり足りないか。マリリンちゃんがしみるわって。ありがとうございます。ちょっとね、先に僕の方のちょっと告知を言います。はい。6月18日土曜日に、サウンズグッドの方でイベントがあります。七民学園、出演者が七民、奥間雄一、僕、焼き鳥バンド、ココちゃん、メールかな、メーレでいいのかな、で、時間が19時30分にオープン、20時スタートとなっております。チケットが、2000円となっております。そして次の日6月19日日曜日、ジグザグ、コザですねの方でライブがあります。こちらも七民学園ですね。2日連続で、出演者が、七民、そして僕は この日曜日はなんとコラボでマッキーとチュン太郎っていう、チュン太郎ちゃんはね踊り手の方です。僕あのその日ダンスやりますので踊ります。そう、これは今ね練習して筋肉痛です、体中が。そしてすごい焼き鳥バンドさん結構動 動く、そして山ちゃん、ココさん、ジャパナ、時間が19時オープン、スタートが19時30分になっております。こちらはチケットね、こちらも2000円となっておりますので、ね、よかったらツイッターインスタグラムで、瀬底まさきマッキーで検索したらヒットしますので、うん、DM とかでねあのチケット予約お待ちしておりますんで、ぜひ。特に僕は19日踊るので初めて多分ステージで踊るので見てほしいですね。珍しい。すごい。そう、気になるね。気になるね。そしてモカモトちゃん。モズモカです。あーキャーわざとだよ。リハーサル通りだ。これはリハ通りだよ。みなこが早い寂しいっていう。寂しい。なんか告知。あ、そうそう、告知しようしよう。はい、まずインスタグラム、はい、そう、今年の1月に、はいはい、作ったんですけど、共同アカウントでインスタグラムの方を作ったので、ローマ字で、まあ、普通にモズモカで MOZUMOKA モズモカで、インスタグラムの方をかけていただいたら出てきますので、フォローお願いします。お願いします。はい、で、YouTube を、今年あれいつだった4月、本当4月、うん、はい、して先ほどあの披露した冬風という曲をのミュージックビデオを出させていただいたので、あのインスタグラムに飛んでもらったら YouTube の URL があるので、あのそちらもチャンネル登録と視聴お願いしたいです。ぜひね皆さんよろしくお願いいたします。そしてみなこがいいな行きたいなもずもか、そして熊五郎さんオリジナル曲2曲目できそうですかとのことです。もちろんです。さあもちろんです。次はあの元気な曲を作ろうと思ってるので、はい、かっこいい曲を、かっこいい曲お楽しみください。さあ、それではね、なんか最後に一言ずつ言って終わりましょうか。はい、とても、はい、どうぞ。モカの方からいきます。お願いします、はい、今日は、はい、こんな素敵なところこすいません今日はね、こんな素敵なあのところに立たせていただいて本当に本当にありがとうございます。もうめちゃめちゃ楽しかったです。またお願いします。はい、めちゃめちゃ時間が早く感じました、うん、とても楽しかったです。あのぜひぜひ皆さんあのチャンネル登録じゃなくてインスタグラム登録お願い、登録じゃない、フォローお願いします。それでは本日のゲスト、まずもかです。まずもかでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。さあ、ね、ちょっと待ってね、はい、ツイキャスを見てる皆様、そして17、ことエールありがとう、歌声がすごすぎたからフォローしとこってインスタ、嬉しい、みなこが、ありがとうございます。よかったね、すごい嬉しい。あ、本当だ、今来てるかも。あ、今来てる、フォロー来た、来てる来てる、
熊五郎さんが大人大人みなぽん、かんきさんが拍手ツイキャスでありがとうございます。しっかりフォローしました。あやった嬉しい、ね、今来てた来てた、ね、ありがとうございます。いやこれはもう本番終わった後の今この YouTube 限定の、うんうん、なんだろう、もう放送には載ってないんだけど YouTube にはこれは載るので、ここの部分も、いやでも本当あっという間でしたね。あっという間だった、うん、早かったね、うん、自然に喋ってしまった、うん、ナチュラルだったね。もう台本通りでしたよ。全部台本通りだった。全てもう一文字一句間違えずに台本通り。よかった、間違えなくて。あぶねー、歌間違えたけどさ。歌間違えてたね。でも言わなかったら大丈夫よ。ああそうね、ちょっと考えました。次回ね、豊さんとの共演もねちょっと考えてますが、豊さんっていう最強のアーティストがいて、まあでもね今このコロちゃんのおかげで本当はゲストって3人まで呼べたんですよ。あ、そうなんだ。そうそう、だから今アクリル板あるけど本当はなくて、だからトータルで4人ここに入れたんですけど、まあだからまあそれがね可能だったら共演も。そうなんですよ。そうなんだ。あ、マリリンちゃんも私もインスタグラムフォローしておきますね。ありがとうございます。やだ、ありがとうございます。みなこが楽しかったと、楽しかったです。もう本当にこちらこそです。いやじゃあね本当にね皆さん、あルルさん、マッキーの席に豊さん座らせば解決やん。まあ、さらっとさらっとね。いやでもあのまとめられないよ。こなしてる。そう、まとめられないよ。でもまあ確かにその歌ってる間僕がどけばいいのか。でもリアクションがな、まあなんだろうね、 あえてそれは豊さんについては調べないでください。前もって調べちゃうとなんか免疫がついちゃうので、あえて情報なしでいきましょう。あ、寝落ち寸前でしたと。嬉しい、ありがとうございます、はい、最後までおやすみなさいませ。もう今日は、今日も一日お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。じゃあこれからはね3人で頑張るよ。イエイイエイ、ポズモカマッキーで行くぜ行くぜイエイ行くぜ。あ、そうね、いのりちゃんね結婚しましたね。19歳だよね、いのりちゃん。びっくりした。おめでとうございます。ゆりかちゃんね、今遊びシステムか、キャリーパンペアさんの事務所に、最近4月から決定して沖縄にいたけど3月にこっちに出てもらって、もう4月からもう今東京にいる。すごいね。そう、あ、そう、結婚したの19歳。本当びっくりして、多分知り合ってから2ヶ月ぐらいじゃない、この実際に会ったのは。その前は多分 DM だけでやり取りしてるって言ってたから、そうそうそう、スピード婚だと思います。初耳ということでツイキャスの方も終了します。あ、結婚じゃない、婚約です。 OK。 まあとりあえず皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。終了。